ございます。今朝の6時半ぐらいですかね。それぐらいで稲葉堂へやってきました。今日は早起きしたんでね、いっぱい行ってきたいと思います。ケロンか、立派ですね、稲葉さん。ちょっと、ね、裏の方もね、回っていきたいと思います。河原もすごいあります。それにしても蚊多いですね。こっちは行きませんね。じゃあちょっと引き返して反対側から反対側の方も置いていこうと思います。この時期は蚊がいてしょうがないですね。血どんどん触りますよね。水みくじって後でやってみようか。ここからね。そっち回ってもらったら、これを入れる水がありますので、つけてもらったら乾いたらまた消えるし。ありがとうございます。なんか言いなさいよ。ありがとうございます。ちょっとさっき、あ、こういうのなんだってちょっと思ってて、ちょっと挨拶がパッとできませんでした。はい、ゲットしました。ということで、水みくじやっていきたいと思います。お、すごい。はい、中吉です。あ、はい、僕の水みくじの結果は中吉で、恋愛は楽しむ程度なら吉らしいです。以上、稲葉堂でした。実際に太郎かとかは言ってないんですけど、名前だけ出てきたので言ってきました。ここですね、柳の水。これが柳の水ですね。
道路の端っこでポツンとあって今でもこれにありますね、うん、もうちょっと大きいの想像してたよねまさかこんなちっちゃいのと思いませんでしたね。のあたりのさなぎの水、さなぎの水、さなぎの水じゃなくて柳の水かサメガイか、セミの鳴き声がいいですね。夏って感じですよね。